ウクライナ人民共和国軍。ウクライナ人民共和国軍は、ウクライナ人民共和国の軍隊である。中央ラーダ軍、ディレクトリア軍、ペトリューラ軍などとも呼ばれた。ウクライナ人民共和国は、大きく二つの時期に分けられる。最初の時期は、ウクライナ中央ラーダによって統治された1917年秋から1918年春までの時期である。その後、 ドイツ軍によるクーデターで中央ラーダは解散させられ、代わってドイツの傀儡国家であるウクライナ国が建てられた。11月11日にドイツ軍が連合国へ降伏すると後ろ盾を失ったウクライナ国は窮地に立たされた。一方、勢力を盛り返した中央ラーダの残党は新たにディレクトリアと呼ばれる組織を作り、キエフを占領してウクライナ人民共和国を 復活させ。しかし、その後の戦争にディレクトリア軍は敗れ、ウクライナ人民共和国は1920年秋には滅ぶこととなった。中央ラーダ時代からディレクトリア時代にかけて一貫して、共和国軍で重要な位置についたのはシモン・ペトリューラであった。そのため、共和国軍を称してペトリューラ軍と呼ばれることもあった。また、時期によっては中央ラーダ軍、 ディレクトリア軍とも呼ばれたが、中央ラーダ軍は1917年11月20日に、ウクライナ人民共和国の成立が宣言される、以前から中央ラーダの軍隊として存在していたため、厳密には中央ラーダ軍すなわち、ウクライナ人民共和国というわけではない。ウクライナ人民共和国の軍隊は、当初は、 中央ラーダの義勇軍として設立された軍事組織の総称であった。その代表的な部隊は、ムイコーラミフノーウスイクイの設立したヘイチマンパーブ、ポルボートク記念ウクライナ軍事クラブやパウロー、スコロパードシクイの自由コサックであった。最初の正規軍は、1918年1月の独立宣言、第4次ウニベルサーリを受けて発足した。コスチャンティーン・プリソウシクイの独立。 ザポリージャ隊が、その代表格である。また、しばしば、ウクライナの、反革命戦士と呼ばれるハイダマークウィは、ペトリューラ指揮下の共和国軍の兵士であった。ただし、彼らが反対したのはボリシェビキによる10月、革命であり、あたかもすべての革命に反対する、反動的な勢力であるかのような、反革命等、レッテルは、ボリシェビキ側によって行われたプロパガンダである。 ウクライナ人民共和国の軍隊は、構成部隊が、必ずしも、個人の強い意志によって、積極的に編成されたものでもなかったため、ボリシェビキの先導によって、容易に崩壊し、一時は、キエフを失うこととなった。また、後に、農民たちの一部は、ドイツやポーランドと連合したウクライナ人民、共和国政府への反感から、ネストルマフノのウクライナ革命反乱軍に合流た。 その他、共和国の滅亡後は、軍の多くの者が、白軍に入ったという。陸軍は、帝政時代の装備を受け継ぎその藩に則っとって、構成された。しかし、その中核となったのは、オーストリア・ハンガリー帝国で編成された、c チュー兵隊で、西欧式の訓練を受けた、この部隊はウクライナ地域切手の精鋭部隊となった。c チュー兵隊は、 後にやウクライナ民族主義者組織を率いることとなる大佐によって指揮された。しかし、ウクライナ人民共和国軍の中核となったのは、当時のウクライナ地域の他の軍隊同様、属性の連動の低い者たちであった。正となった、シーチ兵隊のほかは、パウロ・スコロパード・シクの指揮下にある、ウクライナコサックによるとされる、自由コサック、学生や農民による、 義勇軍がその中核を占めた。この中では、ウクライナ人である、シーチ従兵隊やコサック、そして農民たちはボリシェビキに対する憎悪感が強かった。陸軍は、装甲車、戦車、装甲列車などの近代的な機械化装備や各種銃、軽火機を保有した。中には、アルセナールで製造されたオースチンプトイーロベツイ、重刀搭載型装甲車のように、 ウクライ国産のものもあった。輸送手段としては、トラックや乗用車を備え、オートバイ部隊も存在した。だが、当時の他国の軍隊同様その主力となるのは、人力や牙による、引き換え下部隊であった。陸軍で特に知られているのは、チェールヌイク、ドムイトロー・ボルイスラーベツと名付けられた、c 1ュ0兵隊の装甲車であった。海軍は、セバストポリに、 根拠地を置いていた旧ロシア帝国海軍国会艦隊の艦艇を接種した。また、その艦載機も接種し、運用した。セバストーポリは一旦は赤軍によって奪取され、艦艇の半数程度がロシア領内へ連れ去られたが、旧式艦や損傷を受けていた艦艇を中心に、多くの艦艇は校内に取り残されていた。これを、ウクライナ人民共和国軍は、 ドイツ軍との連合によって1918年4月中に取り戻し、艦上には再びウクライナの二色旗が翻った。しかし、その後すぐにドイツ軍のクーデターにより、中央ラーダは解散され、艦艇はすべてウクライナ国海組へ移った。その後、ディレクトリア軍によってウクライナ国軍は破られたが、セバストーポリにあった艦艇の多くは、 フランスやイギリスを中心とした反革命干渉軍に接収された。これらは白軍の南ロシア軍に引き渡され、ウクライナの手に戻ることはなかった。航空隊は以下のような航空機を保有した。元はロシア帝国時代の運用機を引き継いでいたため、ロシア製やフランス製の機材が多かったが、1918年2月にブレストリトフスク条約によって、 ドツ帝国及びオーストリアイコール、ハンガリー帝国と同盟してからは、それらの国から機材の提供を受けた。その中には、それなりの新鋭機材も含まれていた。航空隊は、偵察機、弾着観測機、戦闘機、爆撃機といった基本的な機材を一通り揃えていたが、この他に1918年2月以降は、ドイツ空軍の支援も受けられるようになった。 帝政時代には、アレクサー・アンドル・コザコーフのように、ウクライナ人からも優秀なパイロットが排出されて、いたが、ロシア革命によってこうした軍人が排斥されて、しまうと、ロシアの赤軍からも、ウクライナの社会主義国家の軍からも優秀な人材が、失われるということになってしまった。そのためもあり、ウクライナ人民共和国の航空隊も花々しい、活躍は聞かれない。など。 ウクライナの軍隊楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。